本種と捕獲されたゴキブリ切断して短くなった触角を本種が加えて引っ張っている。それに反応してゴキブリは自らの足で歩くが本種が選択的に残した体制反射を利用され動かされているに過ぎない。浮かした本種とゴキブリの死骸ゴキブリは外骨格のみの残骸と化しており腹部には浮かする際に本種が開けた大きな穴が見える。 エメラルドゴキブリバチは、セナガアナバチかセナガアナバチ族に属する蜂の一種。時に、エメラルドセナガアナバチとも呼ばれる。口実する生殖行動で知られ、ゴキブリを襲って、幼虫の宿主にする捕食寄生者である。したがって、本種は、寄生バチの一種であり、昆虫寄生者であり、昆虫寄生生物である。内部寄生型。アフリカ、南アジア、東南アジア、 太平洋諸島などの熱帯地域に分布する。成虫は気温の高い時期に特に多い。1941年にアメリカの昆虫学者フランシス・ゼイビア・ウィリアムズがゴキブリの生物的防除を目的として本種をハワイに人為的に移入したが、この試みは本種の縄張り行動の傾向や狩猟量が小さいといった問題から成功はしなかった。 体表は構造色による金属光沢を持った青緑色である。中足と後足の桃節が赤い。メスの成虫は体長2 2トル、オスはそれよりも小さい。1940年代の初頭には本種のメスがある種のゴキブリを2回刺し、毒を送り込むことが報告されていた。2003年に行われた放射性同位体標識による 追跡実験では本種がゴキブリの特定の神経節を狙って刺していることが報告された。1回目の刺激では胸部神経節に毒を注入し、全子を穏やかかつ可逆的に約5分間麻痺させる。これはより正確な照準が必要となる2回目の刺激への準備である。2回目の刺激は脳内の頭皮反射を司る部位へ行われる。この結果、 ゴキブリは30分ほど活発に水狂いの動作を行い、続いて正常な頭皮反射を失って地どんな状態になる。2007年には本種の毒が神経伝達物質であるオクトパミンの受容体をブロックしていることが明らかとなった。また、米国カリフォルニア大学リバーサイド校の昆虫学と神経科学の研究者チームは学術誌。 バイケミストリの2018年1月19日号、オンライン版に掲載した論文で、本種の毒液には、ドーパミンのほか、これまで知られていなかったタイプのペプチド2種が、含まれていることも分かったと発表した。新発見のペプチド2種は、本種の属名からとって、アンピュレキシンの1と2と命名されている。アンピュレキシンは、 本種がゴキブリを操る上で重要な役割を果たしていると考えられる。続いて本種はゴキブリの触覚を2本とも半分だけ噛み切る。この行動は本種が自分の体液を補充するため、もしくはゴキブリに注入した毒の量を調節するためと考えられる。これは毒が多すぎるとゴキブリが死んでしまって新鮮な餌でなくなる一方、少なすぎると逃げられてしまい。 産みつけた幼虫が成長するための名前がなくなってしまうからである。本種はゴキブリを運ぶには体が小さいため、ゴキブリに半分だけ残した触角を引っ張ることで移動を促し、ゴキブリが自力で本種の巣穴へと足を運ぶよう誘導する。巣穴の奥深くにつくと、本種はゴキブリの前足の基部に長径2ミリメートルほどの卵を産みつける。その後、 巣穴から出た本種は入り口を土や小石で塞ぎ、ゴキブリが他の捕食者に狙われないようにする。本種の親の役目はこの段階で終わり、次の宿主となる個体を探すために飛び去る。逃避反者が機能しなくなっているゴキブリは、簡漫な動きで、水黒い程度の行動しか取らなくなっており、本種の卵が飼えるまでのおよそ3日間、巣穴の中で何もせずに過ごす。 孵化すると、芋虫のような姿の幼虫は、ゴキブリの腹部を食い破って体内に侵入し、これを食べながら4から5日の間は、捕食寄生生活を送る。8日間、幼虫はゴキブリが死なない程度に内臓を食べ続け、そのまま体内で幼化する。ゴキブリはこの段階になってようやく死ぬ。還元すれば、幼虫は生きたゴキブリを利用できるギリギリの段階まで、 肉として生かし続け、食べることをしないサナギの段階に入ると生かしておく、必要がなくなり、ゴキブリは死ぬ。さらには、この後、動けず完全に、無防備な状態であるサナギの間の4週間を、ゴキブリの死骸の硬い外骨格に守られて過ごす。最終的に変態を遂げた本種は、ゴキブリの体を食い破り、外へ出れ生中としての生活を送り始める。一連の成長は、 気温の高い時期ほど早い。成虫の寿命は数ヶ月である。交尾は1分ほどで終わり、メスは1回の交尾でゴキブリにスーダースの卵を産みつける。獲物に強い麻痺毒を与えることで移動できない状態に陥らせ、巣穴などに自力で運んで幼体の生餌にする動物は数多くいるが、本種は動きに、 大きな制限を課しながらも自らの足で移動できるという状態を獲物に与えて巧みに利用する点において独特である。セナガーナバチ族の他の種にも餌となるゴキブリに対して似たような行動をとるものがある。本種の狩猟行動はゴキブリの逃避反射のみに影響を及ぼしているように見える。刺されたゴキブリは約72時間の間生存本能が著しく低下すること。 一方で、飛翔能力や反転能力は損なわれていないことが、研究によって明らかとなっている。半ば乾燥しているリンゴの果実に本種が6匹、群がっている。切断面が直線的であることから、果実は人が切り分けて与えた一辺と考えられる。本種と類似した生態を持つものとしては、同族の里瀬長穴鉢が知られている。この種は、 アジアのハンアリ種であり、日本では本州以南に分布している。この種は、クロゴキブリやワモンゴキブリ、コアモンゴキブリなどの若虫を狩り、幼虫の餌にする。また、ゴキブリコバチは、ヒメコバチ科に分類される寄生バチであり、ゴキブリ類の卵を寄生対象とする捕食寄生者である。世界のハンアリ種、人体への有害性は認められない。 黒ゴキブリやワモンゴキブリの卵に寄生する。黒ゴキブリへの寄生率は60%に達し、卵小1個から平均約60匹発生する。ありがとうございます。